日本関東地方東京都新宿区新宿区の町名本校新宿区の町名では東京都新宿区に存在する、または過去に存在した町名を一覧化するとともに明治時代初期以来の区内の町名の変遷について説明する。東京都新宿区は昭和22年3月15日、当時の東京都四谷区、牛込区、淀橋区が合併して成立した。 以下、明治時代初期から新宿区成立までの行政区画の変遷について略述する。江戸が東京と解消されたのは慶応四年のことである。慶応四年七月十七日、江戸を称して東京と試すの証書が発せられ、東京府が設置された。以後、明治二十二年に東京市が発足するまでの過時には、東京府の行政区画は目まぐるしく変遷し、 番組制、大工小区制、十五区六軍制等と呼ばれる制度が相次いで実施された。明治2年2月、東京府では、町地と豪村部との境界線を定める守備機が行われた。これは、皇居を中心とした市街地を守備機内とし、その外側を豪村とするもので、守備機内を50の区画に分けて、50番組が設定された。これとともに、 江戸時代から続いていた名主制度が廃止された。同年5月、周囲の郷村部にも5つの組が設定され、これを地方5番組と称した。あとに、新宿区となる区域は、このうち守備機内の24番組から26番組、及び地方1.2番組に属した。明治4年6月には守備期が見直されて、守備機内は44区、守備期外は25区に区分された。 明治4年7月には、廃藩地検が実施された。これに伴い、同年11月、従来の東京府、品川県、小菅県が廃止され、新たな東京府が設置された。同時に、守備機が廃止されて、府内は6大区、97小区に分けられた。明治7年3月、区割りは再度見直され、守備機が復活。守備機内外に十一大区、 103小区が設置された。後に、新宿区となる区域は、このうち守備機内の、第3大区5.69から11小区、第4大区10.11小区、第8大区2から4小区に属した。その後、軍区町村編成法の施行に伴い、大区小区制は廃止され、明治11年11月2日、東京府下に15区6群が置かれた。 新宿区の前身にあたる3区のうち四谷区と牛込区はこの時設置された。明治22年、市政、町村制が施行され、同年5月1日、東京市が成立。四谷区と牛込区は東京市の区となった。大正9年、豊玉郡内富士新宿町が四谷区に編入された。淀ド区は昭和7年、 東京市が周辺の五軍八十二町村を編入し、いわゆる大東京市となった時に成立したもので、元は豊玉郡大久保町、戸塚町、落合町、淀橋町であった。昭和18年7月1日、東京府と東京市が廃止されて、新たに東京都が置かれ、四谷区、牛米区、淀橋区を含む35区は東京都直轄の区となった。 昭和22年3月15日、前述の通り、これら3区が合併して、新宿区となった。新宿区では、昭和40年から、住居表示が実施されているが、平成22年現在、住居表示未実施の区域が多く残っている。ただし、旧四谷役の区域では、1943年に、大規模な町名町会整理が実施され、 明治時代初期に存在した町名は大部分が失われている。旧町名は江戸時代以来の名称を引き継ぐものも多かったが、明治時代初期に新たに起立した町名も多かった。屋敷、町大地、寺門前といった旧幕府時代の伝統を引き継ぐ小規模な町は明治2年前後に数か町が合併されて新たな町名を付した例が多い。また、明治五年には武家地、 ななどそれまで町名のなかったたた土地に新たに新を付したこうした町名設置は主に戸籍整備上の必要性から実施されたものである。旧四谷区の町名明治11年の四谷区成立時の町長数は41であった。翌明治12年、千田谷大番町など千田谷地区八日町が四谷区から分離して、 南豊島千駄田谷村と合併するが、当該区域の一部は10年後の明治22年、駄田谷村から四谷区へ再編入されている。大正9年、南豊島郡内藤新宿町が四谷区に編入され、区の領域が大幅に拡大された。以上のように、四谷区の区域はたびたび変動している。また、昭和18年に実施された。 町名改正により多くの旧町名が開廃されている。下表は、区成立当初に存在した41町町の一覧である。四谷の干渉について、四谷を干渉する町名については、明治44年に干渉を廃止している。四谷区成立以後、明治22年の東京市政施行までの間には、以下の変更があった。谷地区は近世には、 豊島郡の型領駄ヶ谷村と呼ばれたが、一部地区は、近世から町地化して、駄ヶ谷町、駄ヶ谷大番町と称し、町部業支配下にあった。駄ヶ谷町は、明治5年に再編されて、駄ヶ谷1から3丁目と改称。また、駄ヶ谷村の一部から、明治初年に、駄ヶ谷中町1.2丁目、明治5年に、駄ヶ谷甲賀町、 仙田谷西品の町が成立している。こうして、明治五年の時点では、仙田谷村と仙田谷一から三丁目、仙田谷中町一点二丁目、仙田谷大番町、仙田谷高賀町、仙田谷西品の町の一村八丁が存在した。明治十一年の軍区町村生施行時には、仙田谷村は南都島郡に、仙田谷一から三丁目以下八丁は、四谷区に、 それぞれ属した。翌明治12年、仙駄ヶ谷1から3丁目以下8丁は、四谷区から分離して、仙駄ヶ谷村と合併し、新しい仙駄ヶ谷村となった。これに伴い、仙駄ヶ谷1から3丁目、仙駄ヶ谷中町1.2丁目の町名は消滅。大番町、甲賀町、西品の町は、仙駄ヶ谷村のあざなとなった。明治22年の市政町村制止工事。 四ツ谷区と南豊島郡の境界を再度変更。駄田谷村の七字が再度四ツ谷区に編入され、道村の残余は原宿村、御殿村と合併して新たな駄田谷村となった。明治22年に駄田谷村から四ツ谷区に再編入された七字は大部分が陸軍連兵場敷地で、明治11年時点の駄田谷一丁目、駄田谷大番町。 千駄ヶ谷西品の町、千駄ヶ谷甲賀町に相当する。明治24年、阿蘇、霞ヶ丘、川向井、甲賀町の区域をもって、四谷霞ヶ丘町が成立、阿蘇西品の町、火薬小前の区域をもって、四谷西品の町が成立、阿蘇大番町、池尻は、四谷大番町に編入された。これらは、現行の霞ヶ丘町、品の町、大京町にあたる。 なお、明治11年時点の千駄ヶ谷2.3丁目及び、千駄ヶ谷中町1.2丁目に該当する区域は、千駄ヶ谷村のうちにとどまり、現行の渋谷区千駄ヶ谷1から6丁目、代々木1丁目などになっている。以下は、四つ役成立以後、明治24年までに、隣接の区、町、村からの編入により成立した町である。これら9丁の成立により、 四つ役の町町数は差し引き42となった。内藤新宿は甲州街道の宿駅で西から東へ上町、中町、下町があった。明治2年、上町、中町、下町はそれぞれ内藤新宿3丁目、2丁目、1丁目と改称。同年には他に内藤新宿北町、内藤新宿番主町、内藤新宿北浦町、 内藤新宿南町、内藤新宿展示町が成立した。明治22年の市政町村制施工事、これら八丁は合併して、南都島郡内藤新宿町となり、八丁は内藤新宿町の大技となった。同時に、内藤新宿一丁目の一部は四谷区に編入、内藤新宿展示町の飛び地は四谷区永住町と、 南都島郡淀橋町市にそれぞれ編入された。大正9年、南都島郡内藤新宿町は、四谷区に編入された。内藤新宿町の八大寺は、新宿1.2、三丁目、朝日町、万市町、三高町、花園町の七丁に編成され、内藤新宿一丁目の一部は、四谷区、内藤町に編入された。 内藤新宿町編入時に成立した7町は以下の通り。牛込区には明治11年の区成立の時点では79か町が存在した。区成立以降、東京市成立までの主な変更は以下の通りである。以上により明治24年時点での牛込区内の町町数は差し引き78であった。下表には下地名一章を含む十九か 町を収録した。旧牛込区の地域では、震災復興に伴う、町名改正は実施されず、住居表示に関する法律に基づく住居表示の整備も、昭和50年までが実施されていなかった。同年以降、一部地域で住居表示が実施されているが、新町名、町域の設定に際しては、基本的に従前の町名が継承されている。牛込の干渉について、 牛込を鑑賞する町名については、明治44年に干渉を廃止している。新宿区の前身3区のうち、四谷区と牛込区は、明治11年、軍区町村編成法施工事の成立であるが、淀橋区はそれから、半世紀以上後の昭和7年、東京市企画大臣に新設された20区のうちの一つである。 淀橋区が存続したのは昭和22年までの15年間のみであった。淀橋区の区域は近世には、豊島郡の型寮のうちで、東大久保村、西大久保村、上落合村、下落合村、葛城谷村,村、柏木村、角はず村,村、戸塚村、下戸塚村、玄米村、諏訪村、東大久保ジャリードリバーと、新田、大久保神殿などの村があった。 柏木村の内を埋め街道沿いの地区は、早くから上地化し、柏木重子町、柏木淀橋町と称して町奉行管轄地となっていた。これらの町村は、幕末から明治時代にかけて以下のような経過をたどっている。明治11年、軍区町村編成法施行に伴い、当地区は南戸島郡のうちとなる。明治十二年市政町村制施行に伴い、 町村の配置文号が実施され、新たに南豊島郡と塚村、落合村、大久保村、淀橋町が成立。これら一町三村の区域が後の淀橋区になった。なお、明治29年には南豊島郡と東多摩郡が合併して豊多摩郡となり、上記一町三村は同郡の所属となった。該当地区の新旧の町村名は以下の通りである。 上記一丁三村のうち、大久保村は大正元年、戸塚村は大正三年、落合村は大正十三年に調整を施行し、大久保町、戸塚町、落合町となった。昭和7年、大久保町、戸塚町、落合町、淀,町淀橋町の区域をもって、淀橋区が設置され、同区は昭和22年の新宿区成立までの期間、存続した。 昭和7年の淀橋区成立時の区内の町名は、下表の通りであった。歌舞伎町は、新宿区成立後の昭和23年に、そのはず1町目、東大久保3町目の各一部をもって新設された。昭和53年、当地区の住居表示実施の際に、歌舞伎町の町域は拡大され、旧歌舞伎町の全部と三考町の一部、新宿3町目の一部、 柏木一丁目の一部、角はず一点二丁目の一部、百人町一丁目の一部を合わせた区域が、歌舞伎町一丁目となり、西大久保一丁目の一部が、歌舞伎町二丁目となった。以下は、新宿区の現行町名である。住居表示実施済地区については、当該住居表示実施直前の旧町名を記載した。旧町名の後に、途中期したもの以外は、当該旧町域の一部である。 新宿区では1965年以降住居表示が実施されている。区発行新宿区の外境平成22年版初週の住居表示実施状況によると2009年に片町の住居表示が実施された段階で新宿区の住居表示実施率は区面積の74.7%となっている。遠区における住居表示は1982年実施分以降は 従前の町名町会を継承する形で実施されている。一例として、1990年5月15日に住居表示を実施した、市ヶ谷甲羅町など6か町の場合は、境界の道路部分の微調整のみで、基本的に従前の町名町会が継承されている。早稲田鶴巻町、山吹町では、 土地区画整理事業の勘違処分に伴い1982年10月31日に地盤が変更されているが住居表示は未実施である。町名の読みについては角川日本地名大事店東京都の保以下の資料によった新宿区役職民課館内江ノ町特別出張所館内大久保特別出張所館内おじあい第1特別出張所館内おじあい第2 特別出張所管内、柏木特別出張所管内、丹瀬町特別出張、所管内、津のは特別出張所管内、戸塚特別出張所管内、四谷特別出張所管内、若松町特別出張所管内、角川日本地名大事店東京都観光後の住居表示実施については以下によるありがとうございます。